そしてユッキーです。ありがとうございます。どうですか、楽しんでますか。今日は楽しいですね。ただもうめちゃくちゃ焼けますね。そうね、もう家帰ったら全員一平さんみたいになっちゃいますね。皆さん帰ったらね、ヒリヒリしますので、ぜひお風呂に入ってください。よろしくお願いします。さあ、そして、最後のイベントということで、はい、たくさん選手にも来ていただきました。はいはい、今回、選手来ていただいた石川選手と森重選手、そして最後の企画のプロデューサーの田辺壮太選手、吉本選手です。はい、どうぞ。どうですか、森重選手。楽しんでますか、今日は。マイクが入ってないところも楽しいと思いますよ。楽しいですね。楽しいですね。どこら辺で盛り上がってましたか。いや、今日はドッチビーっていう、うん、フリスビーですか。あ、そこでやってたやつ。そこもやってたやつですね。あれ初めてやったんですけど、はい、結構面白かったですね。面白かった。結構ですね。結構思ったよりも想像以上だったってことです。あ、そうだった。思ったより面白かった。石川選手はどうですか。どこ今日楽しかったとか、どこら辺がありますかね。今日はですね、僕もドッチビーだったんですけど、お結構面白くて、結構思った以上に行ってますよ。ドッチビーが相当になってますよね。まあでもあとはあっちのフィールドの方で、フィールドの方で、はい、1年生の子たちとサッカーをして、はい、それは思い出ました。思った以上に今日は選手と距離短く近かったんだよ、さっきはね。すごくいろいろ販売もしていたということで。さあ、そして最後の企画のプロデューサーのお二人ということで、はい、田辺選手と吉本選手に来ましたけども、来ましたね、ついにこの企画やってきましたよ。正直、はい、緊張してます。別に出るわけじゃない。盛り上がるかどうか心配っていうことですね。はい、そうか。こうやっていろんな人にやってよやってよみたいな言ってたってことですか。このそうですね、オファーは、はい、このお二人はどうですか。オファーはこのようなのかな。そうですね。それどういう基準でオファーをかけたんですか。いや、まあ、まずは、やっぱり、ね、やって面白そうな人。ああ、まずそこね。長谷川アーリアジャス。そうっすね。この二人はちょっと面白くないかなみたいなことですか。いや、鉄板綺麗になるんだろうなっていうことですよね。そうですね、石川選手とかこういけると思うし。ただ、ヒゲ剃んないとダメですから。ヒゲ問題がね。ヒゲ問題出てくるからね。あ、剃ってくれるんですか。森重選手は肌つやりですから、まあ、でもそれで今回は面白そうな7人に面白そうな助走していただいたというところでございますが、まずその7人エントリーがありましたが、その中から今日はよりすぐりの3人をご登場させるということで、よろしいですか、これは。プロデューサーということで、ちょっとビジョンを見ていただきながら、ここの、真ん中にですね、このレッドカーペットあります。ここに素敵なスタイルの選手がここをランウェイするということですから、ぜひこう近くに寄っていただいてですね、あのアカデミー賞みたいにしていただきたいんですよ。確かに、カシャ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 撮ってほしい。そうですね、できれば周りを SB の役でルーカスにこう守ってほしい。エジビーション選手、最初そのレベルでいいんじゃないかって。あ、最初はありまして、じゃあそういうことでお呼びしましょう。すごい、すごい、すごい、これ本物っぽいよ、この後ろのビジョンで。すごいわ、踊れますからね。よろしくお願いします。じゃあ早速行ってよろしいでしょうかね。大丈夫なんですかね。まだダメというか、まだダメ。そろそろ呼んじゃう、あなたを呼んでいって。いやそろそろ呼んじゃいたい。まだちょっとドロッパーやりな。ちなみにこれ森瀬選手、自分であの女性のスタイルになるんですね。どういった格好を選びますか。あ、ファッション的な。ファッション的な。自分が着るなら。僕はですね、やっぱりワンピースが好きなので。ワンピースが好きなので。個人的に。個人的に。ギャル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 。露出多い系。あのワンピースも短いのか長いのかもまたあるじゃないですか。まあ短い方がいいですよ。ライン上げてない。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 上げて、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 
せいたしました。そろそろ準備ができたということですので、登場していただきましょう。まずはどの方でしょうか。こちらでございます。ってそういう意味のミスだったんですよ。ということでここからエントリーです。さあ登場するのはこちらの方でございます。豊富な運動量、そして優れたテクニック、高度な性質を持ち、中和で全部のボールをさばいて試合コントロールセントラルミッドフィールダー、あーちゃんYouTube でのアンケート得票数第1位の方に最後に言っていただきましょう。試合の流れを決める的確なゲームコントロール、インテリジェンスあふれる選手、冷静な判断と超多の鋭いパスで攻撃の起点となる、この方スミレさんに登場していきましょう。どっからだ1位の風格ありますね。なんか海外から帰ってきた大物夫婦。
ッドパンダということで第1位はスミレこと高橋優斗選手です。素晴らしい。どうですかこれ、まずは石川選手にちょっと感想を聞きたいんですけども、なんて答えるんですか。どうキュンときましたか。あの、まあ、正面はなんですかこれは、なんて言っていいかわからないやつだ。俺の方がちっちゃいし、ね、確かに中でデートするなら、いや僕もワンピース好きなんですよ。ほうほう。ってことはでも、後ろ姿、ヒデの後ろ姿がヒデじゃん。スミレさん、スミレさん、ちょっとキュンとしちゃった、キュンとしたということで、スミレさん。じゃあ森重選手どうですか、ワンピース見てきましたけど。やっぱアンちゃんが一番だよ。アンちゃんそういうお店みたいな。アンちゃんが全部でございます。これジョアさんどうですか、モデルとしてこのサシコとかどうですか。いやもうね、スミレちゃんの歩き方は風格ありましたね。スミレちゃん風格あった。もうすぐにモデル事務所に紹介したいぐらいですよ。だからさっき後ろ姿、あのバーバリーのパンツがチラ見したんですよ。ちょっと興奮しました。興奮しました。ですからサシコさんのこのファッションセンターどうですか、これジョアさん。いや、いいと思います。いいところ、いいと思います。これ、一平さんどうですか。一平さん真ん中じゃなさそうですよね。確かに、楽しそうだもん。これ、プロデューサーどうですか、この出来は、この3人に。いや、もう、すごいノリノリでやってくれた人もいるし、ちょっと大変だった人もいるし、すごい、みんな特にヒデ君、入り切ってくれてるんで、嬉しいです。どうですか、じゃあ、あの翔太選手、最後に総括すると見てね。いや、本当、最高な3人を見せられて、はい、よかったです。よかったということで、さあ、いかがだったでしょうか、ミス UC 東京コンテストということで、本当に選手の皆さん、本当に頑張ってくれました。最後に改めて、盛大な拍手をお送りください。ということで、以上、ミス UC 東京コンテストでした。さあ、そういうことでいろいろステージ上や他のところでもいろいろやってきました FC 東京フェスティバル2012プレゼンテッドバイ東京ガスライフフバルですが、そろそろお開きの時間となってきましたので、ちょっとスタッフ、チームの選手の方に皆さんも上がっていただきますが、この3人このままですか。この3人はこのままですございません。ではですね、お待たせです。選手、スタッフの皆さん全員ステージの方にお上がりください。